はい、どうもボーリング TV のヒロムです。今回もですね、ちょっとした報告動画となっておりまして、実は手術をしました。というのもですね、そんな大層な話じゃなくて、1年ぐらい、貫入層という、巻爪とよく似た爪の病気って言ったらいいんかな、怪我って言ったらいいんか、ちょっとよくわからないんですけど、貫入層というものになってまして、それで、1年間ぐらい悩んでたんですけど、この機会にもうそれ治そうということで、病院に行ったらもう手術をしましょうということでですね、今週の月曜日に手術をしてきました。はい。で、僕がやってきたのは足の、親指なんですけど、どんなことをしてきたかというとですね、まず足の親指の真ん中あたりに麻酔をね、麻酔の注射を2本します。ブスブスと両端に、それがね、ビビるぐらい痛い。足最初はね、手術するけど、手術しは別に何も痛くないと。ただちょっと麻酔が、ちょっとチクッとするよみたいな感じで、言われてて、僕もそうなんですねみたいな、わかりましたみたいな感じだったんですけど、で、当日も、僕 は初手術やし、そんな大層の話じゃないけど、初手術は初手術なんで、やっぱ緊張もしてたし、麻酔どんなんかなみたいな感じで、ちょっとね、なんか腕つねったりして、この腕、どうせ腕つねるぐらいの痛さやろ、これぐらいやったら余裕やなみたいな感じでね、軽く取られたんですけど、いざその日になって注射するよ、ちょっとチクッとするねとか言われて、わかりましたーってこうやってやってたら、くっそ痛い、ビビるぐらい痛かったですマジで。もうこのね、もう僕も今22歳やけど、もうこの年になったら別に外で暴れ回って怪我するわけでもないし、そんな痛いっていうことが少なくなってきたわけですよ。それでのあの痛さやからマジでびっくりしました。やったことある人はちょっと分かるかもしれないけど、ほんま痛すぎて麻酔がで、その麻酔をして、で爪の親指の爪の両端を除去するっていう手術をねやってきました。テスト中とかはそんなね、別に痛いとかも別になくて、全然スイ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 投げれてたんですけど、去年の夏とか秋頃が結構ひどくて、もう痛くて投げるの嫌やなっていうぐらいひどい時もあったんで、今後ね、もう頑張るって決めた以上、またこんなことがあったら嫌ですし、この機会にね、ちょっと直そうかなということで、直してきました。ということで、何の報告やねんって感じですけど、報告動画でした。でですね、この僕が今着てるボーリング TV T シャツ発売中でございます。よかったらご購入お願いいたします。僕のカラーはグリーンですので、ぜひグリーンのご購入をお願いいたします。もうグリーンあんまグリーンってないからね、ちょっとグリーン着ようとならないかもしれないけど、ぜひグリーンをご購入お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。